ステファニー・メイヤー、1973年12月24日帯は、アメリカ合衆国の作家、トワイライトシリーズの著者として知られる。コネチカット州ハートフォードで生まれ、アリゾナ州フェニックスで育つ。ブリガム・ヤング大学で英文学を学んだ1994年に結婚し、3人の男児を設ける。末日生徒、イエス・キリスト教会のメンバーでもある。 2003年に見た夢をヒントに、トワイライトを書き上げた。2005年に同作品を出版し、2009年現在、8400万部のベストセラーとなっている。2006年にニュームーンを、2007年にエクリプス、2008年にブレイキングドーンを出版し、ベストセラーとなった。トワイライト初恋に亀を出演している。完成には至っていないが、 ミッドナイトさんという作品をステファニーのウェブサイトで読むことができる。トワイライトシリーズの本編が主人公のベラスワンの視点で書かれているのに対し、ミッドナイトさんはもう一人の中心人物、エドワード・カレンの視点で書かれている。書かれているのはトワイライトの冒頭から半ばまでである。ありがとうございます。